ゴンゲン山城は神奈川県横浜市神奈川区郊外屋にあった日本の城である。現在の郊外屋小学校、幼稚園のある地点はかつてはゴンゲン山と呼ばれ、本学寺のある西側の高島台と尾根ずいにつながる急峻な山であった。なお本学寺のある高島台には青木城があった。1510年当時関東を支配していた。 大木谷植杉家の家臣上田先生は、北条総運に味方して、謀反を起こし、山上に砦手を築き立てこもった。これに対し、大木谷植杉家の植杉と義、し、三内上杉家の植杉の理房は、根源山城を包囲して、援軍に駆けつけた北条軍を撃破した。戦いは、上杉方の勝利に終わったが、その後、 上杉氏の力が弱まりの北条氏による関東支配が始まった。南北朝時代の資料に登場するカの川の城はこの城の前身とみなされている。山城には第五未保院の昇格僧城が1087年に分死した熊野権現が祀られていたが、1712年6月に山城が崩壊し、熊野権現は金グラインの境内に移っている。権現山は 幕末に神奈川台場建設のための土取り場となり山頂が削られた。さらに明治時代には後の東海道線となる日本初の鉄道の建設により改作されたことで地形はかつてと大幅に変わっている。現在の横浜市の埋蔵文化財、宝蔵地地図上では城石は破壊されたとみなされている。ありがとうございます。